ダダメメな私ですけどが頑張るのでまた会えますよね先輩。 先輩にちゃんとお礼がしたかったのにまた助けてもらっちゃったよ先輩王子様みたいだったな <laughs> まさか先輩と手をつなげるなんて見てるだけで幸せだったけどできることならやっぱり近くにいたいないつも先輩に助けてもらってばっかりでちゃんとお礼をしなきゃって思うんですけどどうしても緊張しちゃうんです。 今は遠くから見てるのが精一杯ですけどいつか先輩の隣でちゃんと感謝を伝えられるよう頑張りますうんお,お礼がしたいのにやっぱり恥ずかしくて。 お話ししたいしつ次こそは <noise> ままさかオッケーをもらえるなんて勇気出してよかった噛んだのは恥ずかしかったけどデート 楽しみだなち遅刻して怪しい人にも間違われたけどせ先輩とたくさんお話しできてよかったです人生で一番幸せな時間でした 自分はずっと見ていることしかできないんだって心の中でそう思って少し諦めてましたでもモニカさんに言われてようやく勇気が出たんです隠れるのをやめて勇気を出して先輩の前に立ったら世界が変わったんです夢だったデートができて先輩の隣を歩けて。 それに先輩の助けにもなれた。